はなちゃんでーす。はい、今回は私がダンサーをする日のメイクをしていきたいと思いまーす。イエーイ。じゃあ早速始めていきますね。はい、ではまず下地から塗っていきたいと思います。まずはこちらです。 MAC のメイクアップベースです。これはテカリ防止下地ですね。テカリそうな部分に塗って伸ばします。これはなんか本当にめっちゃサラサラして長時間いてもよれない。夏場とかすごく激しく踊る時とかめちゃくちゃいいです。次はこちらです。ベルランコウォーターグローディーサンプル。韓国のコスメなんですけど、パンでも同じ種類のやつ使ってて、ずっと最近これずっとリピートしてるし、これも油がたまらないというかよれない。メイクアップフォーエバーのマットベルベットスキンコンシーラー。気になる。で、こちらケイトのコンシーラー。これはクマに塗りますね。これはなんで分けるかっていうと伸びが良くて、なんかクマに合うような気がします。で、メイクアップフォーエバーの方はちょっと重たい感じだから、こうニキビとかなんかそういうほくろとか隠すときに使ってます。ちょっと感じたよ。ちょっと一旦ぼかしに入ります。はなちゃんのダンサーやる日はさ、大体どのぐらいの頻度であるの？でも冬はあんまないですね。結構夏が多くて。そうなんだ。まあでも週末とかですかね、あるんですか。この衣装とかってさ、もう決まってんの？そう、マネージャーさんがいつもテストに合わせて用意してくれて。あれはさ、みんなでさ着るの、うん、それともこれははなちゃんのだからはなちゃんだけ着るみたいな感じなの？どっちもあります。全員同じ衣装の時は、まあ、一緒に着たり、あとなんかじゃんけんで決めたり。何それ？じゃんけんするのはさ、なんかさ、ちょっと形がこっちの方が可愛いからみたいなこと？とか自分の体に似合うとか。なるほどね。そのスポンジは何ですか？これね、マックです。これめっちゃ可愛い。で、ここでファンデです。私このファンデ使う前とかはよくここに油が溜まったりしてたんですよ。こことかテカったり。もうこれのファンデに変えてからそういうのが一切なくなった。もうそもそもさ、肌がめっちゃ綺麗じゃない？違う。めっちゃニキビ肌だったんですけど、これ買ったところと同じブランドのお店でスキンケアを変えてから完璧。本当におすすめ。ちょっと高いけど本当にいい。フェイスパウダー MAC のスタジオフィックスプロセットブラウルースパウダーロージーピンク。塗った後めっちゃサラサラするから、マットが好きな人とかはすごいおすすめ。ダンサーするときはさ、いつも完全自前メイクなの？絶対自前ですね。そうなんだ。メイクさんついてないんで。髪の毛とかも全部。髪の毛も自分だったの？自分。すごっ。自分で、あれシュートして。なんかこのさ、そうそうそう、ここ眉間とかやってんじゃん。そうそうそう。あれ自分なの？あれも自分です。すごっ。先輩のやってる姿を見て学んだり。すごっ。眉毛インティグレートアイブロウペンシル N。 なんかこうアウトメイクがある、残ってるからちょっと書き足してるかな。はい、こんな感じです。アートメイク最後にやったのいつぐらいの？半年ぐらい前かな。一応ね、ここの生え際のアートメイクもやってるんですよ。あんま分かんない。痛い？なんか彫刻で削られてるみたいな。痛いやん。めちゃめちゃで、パウダーで色を出します。ケイトのデザイニングアイブロウ。はい、こちら&B コントアペ。このノーズの影を濃く、すごっ。そう、これを塗ってきます。塗ってみたいな。
装テンションの眉マスカラを、めっちゃ明るい色だね。そう、一番明るい色です。はい、完成です。これは指で、ね、私もで、ケイトのアイブロウで、ブラシがこれめっちゃ便利で、めっちゃ種類あるね。そう、どこのシックスブラシ、英語読めない、見せて、 PLUS、 あ、プラス元気言っちゃってシックスプラス。英語読めないでさ、そういえばめっちゃ前にさ、あ、勉強のやつですか。勉強のテストした時、そういえば最下位だと思い出した。え、めっちゃなんかタンチュラーだっけ。タランチュラー、え、違うよ、イモジじゃなかったっけ。え、違うよ、え、なんか本当に一番キモいやつ。あ、思い出した、セミじゃない。え、違う違う、私覚えてるもん、だって携帯で調べたもん。その時の映像がこちらです。出てくる、ひどいガチで言いやがってたよね、本当に。あの、虫がこの世で一番苦手です。あの、哺乳類は全般めっちゃ大好きなんですよ。哺乳類は。昆虫だけダメなんだ。そう、昆虫だけダメなの。爬虫類は？あ、無理だな。はい、で、あの、アイシャドウいきますね。ケイトの 3D プロデュースシャドウと、あと、ティルティルのアイシャドウパレット。もう私、これ全部基本使ってますね。で、これをアイホール全体に、なんか置いて、なんだろう。三日月にこう、結構なんかここもうこの影とノーズの影と一緒につなげるようにこう、ちょっとラメ感を足そうかなって思うんですけど、この色でで、あの、次はこのこれよりちょっと濃い色、深い幅にのせます。結構ね、あのダンサーするときはなんかスモーキーメイクがテーマで、今使ってるような色を取ってやってます。で、ここ一番暗い色、ケイトの一番暗い色を取って際ら辺にこうのせます。サイバージャパンの人ってさ、めっちゃいろんな系統の人いらっしゃるじゃん。いますね。ムラちゃんは 何担当とか。私ギャル担当。わかりやすい。めっちゃわかりやすい。ギャル担当以外何担当かよ。セクシーとか。あ、グラビアとか。あ、なるほどね。うん、ケイトのレアフィッシュとジェルペンシルで粘膜を描いてやるとやらないじゃ全然違うの。うん、目が、うん、パッて開く感じ、なんか目元がこうキュッて締まるでしょ、ね、ティルティルの一番暗い色を取って際をぼかします。なんかいつものメイクとあんまなんか変わんないんですけど、ダンサーメイクに濡れにくくするっていうのが違いかな、一番。で、あの、目の下になんか下地みたいな感覚で、こちらアイホリックコンシーラーペンシルクリームベージュ、まあ、下まぶたの際ってまあなんか若干くすんでるじゃないですか。だからそれをこう取るようにこう下地感覚で、で逆の方を取って涙袋の線を描きます。で、これケイトのスーパーシャープライナー、アイラインをやっていきます。こんな感じです。で、このケイトの一番暗い色を取ってねじりの下に塗ります。今じゃ下まぶたの目尻が塗り終わったので下まぶたをやっていきます。てかそれこそさ、ハラちゃんが乗っけてたさ、うん、マリちゃんマジ可愛いかな。
可愛いの編集長と同じ名前、ね、可愛すぎる。うんちゃん、まあ、ちょっとトイレを覚えたんですけど、なんかすごいあのうんちがめっちゃ大好き。大好き、食べるんだっけ。そう、めっちゃ食べちゃうの。しかも早いの、うんちしてもう即うんち食べるみたいな行為をしちゃうのよ。ケイトラッシュマキシマイザーのこの透明な下地を塗っていきます。メイベリーのラッシュミストプライマーブラックの下に。マリちゃんお留守番してんのよ。そう、かわいそう。え、ゲージ派それともおうち解き放ち派。いや、ゲージ。まあそうだよね、入れてます。まだ危ない。そうなんだよね。あとおむつもちゃんとしてます。あ、この間しないでうんちも壁にベターみたいな。え、なんかなんで壁にしてるの。そう、なんか多分柵の上なんかカラコンつけ忘れてたんでカラコンつけて。ピンクライズのブラウンベージュ、うん、こんな感じ。ダイヤモンドラッシュの 3D シークレット。つけまのりは D アップ。どっからつけるのか。私真ん中、端、先、下手ちょっと待って、本当にね、一緒にできないの。ちょっと待って、本当に超集中する。はい、こんな感じです。で、あのシェーディングで通しますね。アートクラスバイロダン、シェーディング。塗り方とか入れる部分を変わりございますか。ここ、アゴライン、うん、アゴラインと、ここ、ここ、で、ここ、こう、まあ、なんか、E になるようにやってます。なんか、最近ね、こう、髪の毛をジェルで固めて縛ったりしてて、すごい、あの、やっぱ、どんどん生えてくるんですね。残念なことが。なんで、このね、ハイギュアシャドウ、こちらも。すごい。これ、楽天かな、楽天。チークさん、マックエクストラディメンションブラシ。ラメ感があるチークだからすごいステージでも映える。で、鼻と顎にチュ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 ってこのもっとこのハイライト感を出すのにこのディオールのバックステージフェイスグローパレット、この2色を混ぜてここに。で、このマックのミネラライズスキンフィニッシュ、これも綺麗なハイライトなんですよね。これは鼻とここ、口の上。すごい、鼻先全然変わらない。そう、リップがメイクアップフォーエバーのルージュアティース。これはめっちゃ茶色ですね。はい、ちょっとカラコンつけていきます。はい、ということで私のダンサーメイク完成しました。ポイントはまず下地ですね。皮脂テカリ防止のベースを塗って、このシリーズのファンデと下地もポイントですね。これもよりにくい、まあ、最後にフェイスパウダーもがっつりのせて、これで崩れにくいところがポイントです。で、あと、まあ、ダンスステージ映えするようにメイクをいつもよりちょっと濃くして、今回つけまかな、つけまが決め手ですね。です。はい、以上私のダンサーメイクでした。はい、かのです。今日はダンサーモデルのお仕事の日の超濃いメイクをやっていきたいと思います。まずはこちらですね、ケイトのプロテクションエキスパート。もう時間置きしちゃいます。部分下地なんでテカリやすいところだけで、顔全体の下地はこれですね、マックの
ライトフルティンテッドプライマー、これを追加置きします。ちょっと顔がだいぶ疲れてると思うんですけど、そういうのを隠したメイクをしていきたいと思います。これやった後にコンシーラー、コレクションのやつ、なんかちょっとコマとかもやばいし、あとはなんか気になるところとか、こんな感じでだいぶ黄色め、どっちかって言ったら全体的に伸ばして気になるところが隠れたら、 MAC のプレッププライムフィックス化粧水、これで全体的に塗ったら一旦ちょっとだけ置きます。ちょっと待ったんで、これも余分なところをフィッシュオフします。ファンデーション、なんかこういう色、口系の色、濡れたスポンジの違う面で全体に塗っちゃいます。パウダーファンデしたんですけど、もうお仕事中はもう絶対崩したくないってことで、キリトのフェイスパウダー、オイルブロックパウダーの上からパウダーを重ねてしまいます。この鼻のところからもう全体的にですね。そしたら肌が鬼マットになります。シェーディングが MAC のミネラライズスキンフィニッシュ。むしろもうこの顔の余白を全部消したいんで、もう一重くるーっと全部塗っちゃいます。で、まあ、お仕事メイクでちょっと濃いめってことなんで、濃いめにこうやって入れちゃいます。ノーズシャドウとかやっていくんですけど、このアディクションの結構底見えなんですけど、ザ・アイシャドウマットの007番、これとさっきのやつを混ぜて、なんかちょっと結構オレンジっぽい色なんでグレーっぽいのを足したくって、でこの細いので最初にこの鼻筋のところさっさっと細い鼻筋作っちゃって、でこの下も細くしたのを動かします。で全体的に動かして、で、まあ、こういうブラシとかでここのゾーンをさっさっと、ちょっと残ったのでこの鼻の下黒く入れていきます。鼻筋はこんな感じですね。チークが MAC ミネラライズブラッシュウォームソールで、なんかこうのせたらちょっとなんかムラもできやすかったんで、この角っこ、この角っこ使ってこうやって塗ってます。こちらハイライトが MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュ、チークついた面でちょっと取って、これは顎にハイライトしちゃいます。顎チークが可愛いってことで別の面取って、ここでそのね、おでこ丸く見せたいんで、ティーに入れるというよりはちょっと丸く入れてます。細いブラシに持ち替えて、この鼻先と鼻の位置を下に見せるにはちょっと下の位置にこう入れたらいいらしいです。さっきのブラシでここ頬骨は高く見せたいんですけど、ここテカちょっとツヤなってるの可愛いんで、ここだけ後でも湯気かくんですけど、先にここにハイライト、こうやってここのハイライトめっちゃ可愛いなと思って、まあ後でまたハイライトを足すんで、まあ、サッとでいいんですけど、涙袋もサッと入れちゃいます。ケイトのザアイカラーベース、なんかシャドウベースっているんかなって思ってたんですけど、まあ、発色よくするのはもちろんやけど、この目の皮膚って薄いから、私も結構色素沈着とかしちゃってるけど、なんか刺激から多少守ってくれるっていうのもあるらしくて、使った方がいいらしいです。ベース塗ってアイシャドウ塗っていくんですけど、アイシャドウベース塗った上からアイホール全体に塗った後に二重幅のところ塗っちゃうと、このアイシャドウベースの分がアイホールの色に取られてちょっと意味なくなっちゃうんじゃないかなってことで、このアイシャドウベースを活かしたいんで、先に二重幅の色を塗っちゃいます。私はちょっと言いたいことが分かるかな、先にアイシャドウ
アイホールのアイシャドウ塗っちゃうと、この高発色してくれる機能がなくなってしまうんじゃないかっていう思っちゃうんで、今塗ってるのがスコールゴールズアイシャドウパレット、二重幅に塗ってるのが左下の色、二重幅に塗れたらこの真ん中の上の色ぼかすように入れて、下の、涙袋のあたりまで入れちゃいます。濃いメイクするにはどうしたらいいかっていうのをメイクさんとかに聞いた時に、濃い色をとりあえず広範囲に塗るっていうのを言われて、広範囲に塗るようにしてます。このアイシャドウパレットの真っ黒い部分、右下の真っ黒い部分とこの真ん中のオレンジっぽいところを1対3ぐらい混ぜて、ここね、目尻、そして目頭のところも塗ります。反対も同じように、目尻と目頭の方にも塗ります。このゴールド、キラキラゴールドをこの真ん中のところに入れて、ちょっと立体感をね、こんな感じです。ここの白いところで涙袋入れて、でナッツっぽいメイクっていうのが、この涙袋をゴールドに入れることやっていうのをメイクさんに教えていただいたんで、ゴールドも入れて涙袋作ってます。この下の下とかも塗るんですけど、一旦アイラインいきます。釣り目に描いちゃったらもうすっごくきつい顔になっちゃうんで、垂れ目にアイラインは描いていきます。こちらの細いのを使って、さっきのここで塗ったオレンジのところと黒いところを混ぜて、ここ三角ゾーンを埋めます。なんかここ黒い女の子のメイク可愛いなと思って、ちょっと前からやってます。同じ色で目全体的にこれでライン引いちゃいます。ここら辺アイラインとか引いちゃった時に濃くきつくなりすぎたんで、このアイシャドウぐらいでぼんやりした黒ぐらいがちょうどよかったです。私はケイトのピンスポットライナーってやつの白のタイプやったかな、目頭を塗ります。これだけじゃちょっと薄いかなってことで、このパレットの白いところを重ねたら、切るとこんな感じでついてます。こちらですね、ケイトのエアーフィットジェルペンシル、ケイトのジェルペンシルライナーですね、の BR2 番、ちょっと赤茶っぽい色かな。でこのさっきのまだ描いてない部分を出します。ここはちょっとくっきり描きたいんで、ジェルライナーで描きます。そして目頭を切開ラインですね、描いていきます。ちょっと上目に描いて、釣り目になりすぎないようにしてます。次眉毛描きます。眉毛アートメイクしちゃってるんで、もうその形をのぞっていくのと、目尻伸ばすだけですね。マックのダズルシャドウリキッドフラッシュ&ダッシュ、べったり塗るっていうよりかこのラメ置くって感じです。アイブロウマスカラね、さっきとは違うケイトエアフィットジェルペンシル、ジェルペンシルライナーのさっきの色とは違うちょっと黒い色で、この後につけまつげ塗るんじゃない、つけまつげつけるんで、こう黒く埋めときます。つけまつげつけていきます。目尻結構クルンってなってて、目尻が密度濃いめのつけまつげ、こんな感じで、ケイトのウォータープルーフのマスカラなんですけど、これがなんかカスタムマスカラ
ってあのネット注文だけやってるんですけど、フォトプルーフかお湯で落とせるタイプかっていうのと、黒か茶色かとかやったら色を選べるのと、筆の種類が4種類ぐらいあったかな。で下マスカラに使いたいんですが、細いタイプ、こんな感じの細いタイプので、ナイトモージンウォータープルーフ、下まつげ、下マスカラもできたら、リップなんですけど、マックのやつで、サブカルチャーっていう、私はオーバーリップにいつもするんで、ね、オーバーめに描いていきます。できたらリップを塗ります。マックのラスターガラスリップスティック、ウェルウェルウェルって色です。この先のリップペンシルと馴染むようなピンクベージュ系ですね。これで一旦メイクは、全体的に終了したんですけど、あとカラコン入れてちょっと手直ししてきます。完成がこんな感じです。カラコンが、ラヴェールのバブルギャラクシーっていう色で、舞台立つ時ちょっと濃いめのメイクでしてます。こんな感じです。はい、ということでダンサーモデルのお仕事の日の超濃いメイク、いかがだったでしょうか。では今からお仕事行ってきます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。